中年オタッキーです。相変わらずちょっと体調が悪くてね、ワクチンを打ってからなんですが、まあ、元気は元気なんですけどね、簡単に言うとね、古くなった携帯みたいな感じになってます。簡単に充電がなくなると。まあほんですぐ充電がなくなるんでね、休み休み走ることになってるんですが、そうもいかないのでね、眠気を覚ますためにね、叫び声を上げながら走ることが多くなって、喉の調子が本当に悪くなってます。ほんとね、もうちょっと病院に行ってトローチもらおうかなっていうぐらいのレベルになってるんですけどね。まあそんな感じなんですけどもね、ちょっと頑張って動画作んなきゃいけないなということで、今日の動画はこれ。はい。このカメラでね、写真撮ってきました。ニコン F3 ですね。ピント合わねえの？なんでだ？はい。なんか違うものを買おうと認識してたな、今。ニコン F3 で写真を撮ってまいりました。今回使ったレンズはね、以前ジャンクで仕入れた、AI ズームニコールかな。3570F3.3 から 4.5 という普及レンズなんですけどね、ちょっとふさわしいレンズを持ってないんですがね、まあこのレンズでもそこそこの写真は撮れるってきましたんで、紹介しながら動画にしようと思います。それでは動画スタート。はい、今回登場するニコン F3 なんですけどもね、ご存知の方も多いと思いますが、20年にわたる長きに、わたって発売され続けた超ロングセラーカメラになりますね。1980年から2000年まで発売されたらしいです。まあ、MF フラッグシップの最後の、まあ、機体ということで長いこと売られたっていうのもあるんですけどね。この辺はね、キャノン、ニュー F1 も同じような感じですね。で、価格なんですけどもね、20年も売られ続けたということで、発売当初の価格と一番最後の価格が随分違うみたいです。このボディのみ、ハイアイポイントじゃないやつね、のボディのみで、発売当初が139,000円なのかな。で、2000年ぐらいは183,000円ぐらい。まあ、5万円弱ぐらい値上がりしてるみたいですね。で、ハイアイポイントはね、ちょっとわからないんですけども、2000年ぐらいでメーカー小売希望価格が194,000円ぐらいだったそうです。これにレンズとかね、まあ、他のオプションとかをね、付け加えたものが正規の値段になるようです。シャッタースピードはね、最速で2000分の1秒。チタン膜横走りフォーカルプレーンシャッターを採用しております。はい、こんな感じですね。よいしょ。今ね、ちょっと1000分の1になってるんで、ほとんど見えないでしょうね、これね、切れてるのね。あ、ちょっと見えるか。うん、今電子が効いてました。まあ、こんな感じなんですけどね、モータードライブのね、音が今入ってますが、モータードライブを切ると、こんな感じの音になりますね。非常にね、巻き上げハンドル、滑らかになります。今回のね、このニコン F3、視聴者様のね、水牛車様から、提供いただきました。こんなに貴重なカメラをね、提供いただき、本当にありがとうございました。ボディはね、基本的に全部チタンでできてるのが、F3T って言うんですけど、フレームはノーマルでもチタンなんじゃないかな、この辺は。外装はね、チタンではないと思いますがね、多分真鍮なんじゃないかな。でね、ファインダー視野率は 100%、でね、速攻方式は中央部充填平均速攻を採用しております。でね、電子制御式の、フォーカルフレンシャッターなんですが、一応緊急としてね、電池がなくても切れるシャッターがあります。その緊急のシャッターはね、今ちょっと電源切りますが、電源を切ったらね、これシャッター切れませんよね。でもここにね、緊急シャッターというのがここにありまして、このレバーで、よいしょ。これ電源切っててもね、シャッターが
切れます。電池がなくても切れるということですね。まあ電池がなくなったり急に電源が入らなくなった時にもうそれでも写真は撮らなきゃいけない、まあプロカメラマンのために作られたような構造でして、60分の1限定ではありますが緊急用のシャッターが切れるようになってますね。でね、まあ当時のねニコンのフラッグシップ機ということもありましてね、ファインダーがとにかく美しいファインダーになっておりまして、ファインダー視野率 100% ということでね、まあイメージしたね写真を、撮るためになぜこの作り込みが素晴らしいものになってますね。重量は非常に重くて、ボディだけでも 715g だったのかな。で、このモータードライブ MD4 を加えるともうほとんど鉄アレイですね、これね。1.5kg ぐらいの重量があるんじゃないかな、レンズと、合わせると。まあ、体力はね、多少いりますがね、ステータスで言うともうね、最高のカメラになると思います。でね、この最高のカメラで撮ってきたんですよ。もうね、撮ってるだけでもう気分が踊るということで、結構ね、スパスパと撮り切りました。今回はね、試写に使ったフィルムはね、コダックのトライ X、モノクロフィルムで自家現像して、撮ってきております。ここからはね、この 35-70 のね、このフキューズズームレンズのね、作例になってまいりますが、ニコン F3、プラス3570で撮った、写真、どんな写真撮れたのか、作例になってまいります。はい、作例ですがね、撮ってて思ったのがね、かなりイメージに近い露出の値をね、露出計が表示していたということです。まあ、いわゆる正確ということですね。で、ピントは本当に合わせやすくってね、ファインダーがね、素晴らしいんで、ピンボケさせる心配もね、結構ないんじゃないかなって思いますね。ピンボケ写真はほぼゼロでした。で、コダックのトライ X ということでね、ちょっとコントラストをね、活かすための写真を、撮ろうと心がけてね、若干アンダー目にね、狙って撮っておりましたが、まあ狙い通りのね、写真は撮れているんだと思います。で、このレンズなんですけど、35-70 ということでね、まあおそらくコシナ製だと思うんですけどもね、解像度も高くてね、ボケもご覧のようにね、比較的美しいボケになってるんだと思います。これ2枚目のね、雑草が写ってる写真は 70mm、で撮っておりますがね、70mm 行きでも結構ね、シャープで、ボケの綺麗な、写真が撮れる。これ安いレンズにしてはね、非常にね、写りがいい、レンズになっていると思います。今回の試写ではね、このようにね、ちょっと適当なものがね、被写体になることが多いのですが、まあ、レンズがいいのと、まあ、フィルムはね、高コントラストで、トライ X ということで、比較的ね、味のある写真が撮れたんじゃないかなと思います。まあ、イメージ通り撮るためにね、ファインダーは非常に重要なものになるんですが、この手のね、フラッグシップカメラ、まず視野率が 100% っていうことと、ファインダーは非常に明るいということでね、狙い通りのね、写真を撮るためには非常にいいんじゃないかと思います。でもメカニズム的にはね、もういろいろありますが、シャッタースピードはね、マックスで2000分の1なんですけどもね、シンクロ同調速度が60分の1になってしまうんですね。これ赤いマークがついておりますが、でね、通常のダイヤルで選べる、シャッタースピードは8秒までになりますね。よっ。3、4、5、6、7、8と。あれ？あのもんか。ちょっと僕も数える速度が速かったかな。でね、まあ現状のね、フラッグシップ機とかになるとね、もう30秒ぐらいまではね、設定できるんですが、これはもうね、軍幹部のね、ダイヤルでね、調節するんでね、そこはちょっともう限界があるかなっていうことですね。でね、オートシャッターを選ぶことができます。絞り優先オートですね。これシャッター優先はないのかな、ニコン F3 って。僕ニコンはね、キャノンはね、使い込んでるんですけど、ニコンはそこまで使い込んでないんで知識はありませんが、シャッター速度優先はないのかな。よ。今ね、絞り優先 AE で今 5.6 でシャッターを切りました。結構長いと思います。長いですね、やっぱね。うん、開放にすると。うん、こんな感じでね。
絞り優先で、シャッター速度がね、自動になっていることがわかると思います。で、今回ね、提供いただいたのは、これ、ハイアイポイントですね。ハイアイポイント、アイポイントが高いという意味なんですが、メガネをかけて撮る方には非常にいいですね。今ちょっと老眼鏡ですけど、メガネかけてますが、もう、ね、メガネ、大体ね、メガネをかけると普通のファインダーだとね、ファインダーにこう目を押し付けるぐらい、メガネを押し付けるぐらいね、しつけないとね、見えないんですけどね。これはね、ちょっと余裕を持ってもファインダーの中が全て見ることができます。まあそういう風にね、まあハイアイポイントっていうね、概念が、これまでのカメラはなかったんじゃないかな、多分ね。ウエストレベルとかね、いろんなファインダーはあったんですけどね、まあキャノンで言ったスピードファインダーとかもありましたが、ハイアイポイントっていうのがね、出たのがね、多分これが初めてなんじゃないかな。で、大概の人がハイアイポイントを選択してましたね。やっぱ、遠くから見える方が当然いいに決まってると。別に裸眼でも全然困ることはないですし、ハイアイポイントでね。で、メガネをかけてもなお良しということでね、プラス1万円ぐらいね、定価になってくるんですけど、ハイアイポイントを選択した方が多いと思います。でね、まあ、ニコン F3 といえばね、キャノンニュー F1 とね、激しいシェア争いをしたカメラ。結局ニコン F3 が、シェアとしては上回っていってると思いますが、今後はね、ちょっとそのニコン F3 とキャノンニュー F1 をね、比較する動画も作っていこうと思います。僕はニュー F1 をね、そうですね、全部で何年使ってる、結構長いこと使ってるんですが、まあ、こうつけがたいという言い方をするのが、まあ、適当かなと思いますね。まあ私はね、そのニュー F1 の方は、ワインダー付きでね、使ってるんですけども、どちらも良いカメラです。まあ、このらね、メカニズム解説してまた新しい、動画で比較してまいろうと思います。今日はちょっとね、作例を、交えながらニコン F3 のことを紹介してまいりました。ここからはね、視聴者様の作品の投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー。今日のトップバッターは山拓さんですね。お疲れ様です。山拓です。自分もワクチン2回目をあと1週間後に控えてて心配してますが、おたきさん回復されましたでしょうか。軽くて小さくて携帯しやすいカメラで初撮りです。距離を合わすだけの AE 機。暗い中でこれだけ映れば満足でした。タイトル、明かり、カメラ、富士カデート。レンズ、富士ノン、38mmF2.8。フィルムカメラ、フィルム、コダックカラープラス200ということですね。これ EE で撮ってこれですか。これすごいですね。これはすごい。これはちょっとね、キャノンのね、デートマチックに匹敵するぐらいのカメラかもしれません。レンズも似たようなレンズですしね。非常に美しい写真になっております。で、ワクチンなんですけどね、私は体調はまだ回復してません。結構ね、しんどい。まあ、ワクチンによりけりなんでしょうけどね。これ山田さんが送ってくれたのが8月28日なんで、もうそろそろワクチン2回目いってるんじゃないかな。大丈夫だったでしょうか。またね、投稿くださればと思います。山田さん、ありがとうございます。次はね、柿の木さんの作品ですね。中年おたきさん、こんにちは。フィルム環境が高騰するのか、ハーフカメラをモノクロ自家現像で楽しんでます。写真2枚を1コマで撮れるハーフで、ストーリー性を出そうとチャレンジ、ジャンクヤードの車たちです。タイトル、ダメだこりゃ、集合。カメラ、ペン、オリンパスペン EE、R1 フィルター、フィルムローライスーパーパン200ということですね。で、作品なんですけどもね、R1 フィルターということでかなり高コントラストになっておりますが、まあ、この手法実はね、まあ、よく使われる手法ではあるんですがね、これ結構連続して見える作品になってまして、なかなかですね、もっと繋げたら面白いかもな、これね。なんて言うんですか？何枚も何枚も繋げる。なんて言うんですかね、あれ。なんだっけ、横に、ずっとね。それをね、この、ハーフカメラでやると面白いかもしれませんね。これ非常に良い写真になっておると思います。はい、柿の木さんありがとうございます。で、次は、一路さんの作品です。おたきさん、毎回動画楽しく視聴しています。
作品投稿です。お題はイノコログサ。カメラキャノンデミ、記録用100で撮りました。最近手軽なハーフカメラを持ち歩いてますということですね。で作品なんですけどね、これイノコログサって言うんですね。知らなかった。猫じゃらしと思ってました。ピントのピークはねもうちょっと奥に行ってるような感じですが、デミでカラーで撮るとだいたいこんな感じにはなってしまいます。デミはね僕はどっちかって言ったらモノクロがおすすめですね。僕もねカラーで結構散々撮ったんですけど、モノクロの方がいい味に出るような気がしますが、どうでしょう。はい、一郎さんありがとうございます。次がね、まさとしさんの投稿ですね。はじめまして。作品投稿のコーナーに投稿します。1枚目、日陰で休憩。カメラペンタックス SP ドミノプラン F2.8 50mm、 コダックゴールド200。2枚目は助手席からパシャリ、リコーオートハーフ FC、富士フィルム400。現像したらびっくり、こんな写りの良いカメラで驚きました。フィルムカメラでハマりかけている弟にあげる約束をしてしまい、少し残念ですが、バシバシ撮ってほしいものですということですね。で作品なんですけど、1枚目がペンタックス SP の非常に珍しいドミノプランっていうレンズ、ですがね、これなかなかの写真になっております。光の境界線になってるんですけどもね、もう半段ぐらい露出を上げた方がより映えたかなっていう気もしますね。明るい部分は飛んじゃっても構わないんでね。で2枚目なんですけど、本当に良い写りですね。これ400でこれハーフカメラで撮ってるには思えないな。非常に良い写りになってます。やはりオートハーフのレンズね、秀逸ですね。はい、まさとしさんありがとうございます。次はね、のりかずさんから2枚。お疲れ様です。雨続きの夏のせいで、祇園祭の頃に装填したフィルムがやっと取り上がりました。自家現像ですが、うちの悪妻が捨ててしまった富士作さんの代わりに、100均のクエン酸で代用したんですが、停止時間を適当に見計らったので、まあ結果も適当かもしれません。1枚目、美酒日輪のごとく。2枚目は、お旅どころかな、これ。カメラペンタックス SPF、レンズスーパータクマ 55mmF1.8、フィルムニューシーガル100、よろしくお願いします。ちなみに富士作さん捨てられたの2回目です。ひどいっすね、それね。で、作品なんですけど、これが素晴らしい。いやー、これは素晴らしいですね。ピントのピークの計算もうまいですが、ボケもまた美しい。スーパータクマのね、美しいボケ。1枚目、これタイトル画面にさせていただこうと思ってます。で、2枚目もそうなんですけどね、やはりピントのピークはね、結構ね、スーパータクマ狭いんですね。で、ボケが美しい。非常にね、よく分かって、ね、使っている方だと思いますね。ちなみに停止液はねそこまでね、結果には影響しません。まあ、若干は影響する可能性もありますが、どっちかっていうとね、定着液の劣化に寄与してしまうということで、まあ、停止液はね、酸性なら結構何でもいいんじゃないでしょうかね。そんな感じでね、今日のね、作品投稿のコーナーはここまで。ここからは、俺のカメラのコーナーになってまいりますね。すんません。俺のカメラありませんでした。やったやっちまったのコーナーいきます。やった、秋潤さんの投稿ですね。やったやっちまったのやっちまったに投稿です。8月19日、α7000 来ました。液晶 OK、動作 OK、なかなかのカメラでした。グリップは劣化しているのと分かっていたので、足をこうしようと抜かれなかったので、表は皮を張り、裏は瞬間でコーティングし、黒を塗り、まずまずのカメラになりました。レンズはシグマが2本ついてきましたが、一つは前玉カビ、一つは後玉に小さいカビがありますが、バラして取り返しのならぬようにしばらくこのまま使っています。フィルムも2002年の封を切ってないスペリア424枚がついてきたので、テスト撮影にことかきませんね。皮は黒、茶色、赤で迷いました。縦を赤にとも思いましたが、2個になるかなと思って、思い黒にしてみました。落札価格1000円。送料1375円。ポイント等で2000円の買い物でした。写真にはありませんが、ミノルタのカメラバッグもついていました。洗って干してます。以上っていうことですね。これ、やっちまったなのかな？やったにはどっちとも言えないですが、まあ、いい買い、比較的いい買い物なんじゃないかな。やったでいいんじゃないかな。やっちまったじゃなくて。ただカメラバッグは相当汚かったようで、洗って干しておりますということですね。秋乳さん、投稿ありがとうございます。はい、やったやっちまったコーナーはここまで。
でね、突然ですが、ちょっと新コーナーいきます。不要なもの、不要品交換コーナーということでね、行ってみようと思います。それでは新しいコーナー。はい、突然始まりました不要品交換コーナー。こんにちは、デラウマさんの投稿ですね。こんにちは、オタッキーの不要品交換コーナーに投稿です。どなただったか F 用名盤が欲しい方がいたのを思い出して連絡します。ニコン F にフォトミックファインダーが付きましたので、この名盤は不要になりました。名盤を付けたままではファインダーが付かないようなのです。住所を送っていただければ郵送します。勝手に、コーナー作っちゃってすみませんということなんですが、これやばいんじゃない、結構たくさん来るんじゃないということでね、私がとりあえずね、受け付けます。中年オタッキー2の方に欲しいという方はね、DM をください。この動画がね、踏み切られまして、日にち区切ろうか。今日何日だ、9月の7日、撮影時9月7日なので、9月15日のね、23時59分59秒までに欲しいという方はね、DM、私の方に DM ください。んで、デラウマさんと取り次ぎますんでね。んで、数が多かった場合は抽選となります。はい、今日の動画はね、こんな感じになっていけます。いかがだったでしょうか。突然ちょっと新コーナーができましたが、果たして続くかどうかはわかりませんけどね。でね、ニコン F3 なんですけどね、まあ、今後も使っていこうと思います。トラブルね、情報としてはね、フィルムカウンターのトラブルが多いというのと、ISO 感度ダイヤルが、回らなくなっている個体が多いらしいです。あと、ファインダーのね、ライトがつかなくなってたりとか、ファインダーの液晶がね、見えづらくなっているというトラブルも多いみたいですね。僕のはこれライトは点灯試験してないけど、これどこでつけるんだろうな、ライト。これか。いや、違うな。わかんねえ。つかなくてもいいんですけどね。まあ、そんなわけで今日の動画は終わっていきます。で、次の動画なんですけど、ちょっと迷ってますが、もしかしたらまたライブやるかもしれないですね。ちょっとね、動画を作る時間とか気力がないんですね。とにかく疲れやすくなってまして、で、じゃあ休めばいいというわけにもいかないんですね。実はね、もう収益が相当下がっておりまして、ローンが払えない状況になってます。スーパーチャットでね、すごいたくさんいただいているんですが、それ以上に減収が激しく響いておりますね。ちょっとね、ピンチです。そんなわけでね、ちょっと頑張ってね、次の動画も作ってまいります。はい、いかがだったでしょうか。高評価、コメントの方ね、どしどし、受け付けております。コメントの方ね、全然返せてないんですけどね、一応全部ね、目は通しております。で、最終的には必ずね、全部返していくつもりで頑張っておりますので、コメント、どんどんお寄せください。高評価の方はね、もうポチッと押すだけなんでね、よろしくお願いします。で、チャンネル登録の方ね、結構普通に、増えております。4500名もね、突破しましたし、5000名を目指して頑張ってまいりますので、まだチャンネル登録されてない方は、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。はい、今日の動画はここまで。また次の動画をお待ちください。それではごきげんよう。さよなら。